はい、青春秘密基地青葉です。今回紹介するのは鬼滅の刃マンチョコの方をレビューしていきたいと思います。こちらに4つ購入してきたんですけれども、ちょっとね今回もねパッケージコレクションということもあって、通常のね開封動画とはちょっと違うので、開封動画の方ね期待されている方はねちょっとねご了承ください。今回はこちらパッケージ2パッケージね発売されています。やはりねビックリマンということもあって、大体がね2パッケージのラインナップになっているんですけれども、鬼滅の刃マンチョコ現在非常にね入手困難ということもあって、人気のねビックリマンチョコ、久しぶりにここまでねヒットしたねビックリマンのね大型コラボになっているんじゃないかなと思います。ではねパッケージの方を見ていきましょう。まずねこちら炭治郎パターンですね。炭治郎の方はこの鬼滅の滅という字がねこのね横の方にずらーっと入っているんですけれども、やはりねこのディフォルメ具合がビックリマンらしくてね、ちょうどねこう鬼滅の刃のキャラクターとのコラボもね合っているんじゃないかなと、この辺見る限りねちょっと感じます。もう一つのパッケージの方はこちら富岡義勇のパッケージですね。こういった感じでねやはり2パッケージねラインナップされていると、非常にね集めている方としてもかなりねテンションが上がるんじゃないかなと、こういった感じ今回ね2種類の方がラインナップされています。で帯の方も見ていきましょう。帯の方は上から見る限りではねちょっと一緒なんですけれども、この辺も色が違っていると集めている方としましてはね、こちら下の方にもねたくさんさまざまなねビックリマンの方がねラインナップされているんですけれども、結構ね色違いでこういった感じで背帯の部分がね色が違うものも多いので、今回はねこういった感じね鬼滅の刃マンはね統一されているのがわかるかと思います。ではねちょっと裏の方も見ていきましょう。ビックリマンが初のねコラボレーションといった感じで、大人気のね鬼滅の刃とのコラボレーション、無限列車編のねやはり劇場版公開に合わせてこういった感じでねビックリマンとのコラボが実現したんじゃないかなと思います。で実際ねこちらのね鬼滅の刃マンチョコ、現在はねかなりね入手困難になっているんじゃないかなと思います。自分の近くのコンビニでは1人2個までというようなね制限がされているところもあって、当時のねやはりねビックリマンチョコですね、30円のビックリマンチョコがやはりね社会問題にもなって、やはりチョコが捨てられてしまうとか、なかなかねお子様のね手に届かないといったようなこともあって、1人ね3個までというような制限がされたところも多かったんじゃないかなと思います。そういうことを受けて今回ね1人2個までというような制限がされているコンビニを見て、非常にね当時をね懐かしく思いました。当時の人気がね再現されたかのようなこのね鬼滅の刃マンブーム、というかね鬼滅の刃のグッズやそういったね関連商品の方がね今はね飛ぶように売れているといったような社会現象になっているんじゃないかなと思います。全24種エンボスメタルシール入りということになっているんですけれども、今回自分の方はねこちらかなり入手が困難ということもあって、コンビニで働いてるね友達になんとかねこう取っといていただいて4つね購入することができました。なので、ね、今回も同様ね2つ、こちらの2つは開封していくんですけれども、このねもう2つこちらの2つの方はこのままねパッケージコレクションということでコレクションしておきたいと思います。こちらの方でねコレクションしておきましょう。それではねこちら2つ開封していきたいと思います。それではねまず1つ目開封していきましょう。よいしょ。わー、こう善逸ですね。善逸の方はちょっとね心細そうな顔をしているんですけれども、まあキャラクター的にはね結構好きなキャラクターなので、まあまあ良いんじゃないかなと。それではねこちら炭治郎のパッケージの方も開けていきましょう。お、炭治郎出ました。結構ねいいんじゃないですか今回の引き。まあこういった感じで2つでね炭治郎がね出たというものはねかなりいいんじゃない、全員とね揃ってねこう出たというのは結構くじ運良かったんじゃないかなと思います。裏の方はこんな感じでナンバー1ですね、かまど炭治郎となっています。それでは今回の鬼滅の刃マンチョコの全24種の方はこんな感じになっています。やはり映画の影響が非常にね大きいのかと思うんですけれども、鬼滅の刃マンチョコまだまだね入手困難が続くんじゃないかなと思います。といった感じでね自分はねこんな感じでビックリマンの未開封のパッケージの方を集めているんですけれども、かなりの種類の方がねこう集まってきたのがわかるかと思います。こうやって集め始めると結構ね面白いもので、かなりの種類がね増えてくると、まあ集めるたびにね結構楽しいですし、今回もねこういった感じで鬼滅の刃マンといった感じで、やはりその時代その時代流行ったものがねビックリマンとコラボするので、そういったね時代徘徊もねなんかね集めながら感じられるのもいいんじゃないかなと思います。また今回自分はねこういった感じでパッケージの方をビックリマンにねこだわって集めているんですけれども、現在のね非常に人気が高い鬼滅の刃マンなんですけれども、まあ鬼滅の刃自体がねかなり様々な食品やお菓子、様々なおもちゃなんかともねコラボレーションしているので、鬼滅の刃に絞ってこういった感じでパッケージを集めてみるというのもいいんじゃないかなと思います。自分は以前の動画でビックリマンに限らず、やはりねベビースターラーメンとかウエハースとかねそういったもののレビュー動画も上げているんです。
ですけれども、そういったもののパッケージを含めこの関連商品をね、今のね鬼滅の刃の人気にあやかってね集めてみるというものもね楽しい集め方になるんじゃないかなと思います。そういった感じで、ね、自分はねちょっとね皆さんとね違った観点でのものを集めているんですけれども、これだけ集まってくるとねやはりねこう集めてきて甲斐があったなといったような感じがします。また今後もね様々なビックリマンとのコラボの方が期待できるかと思いますので、こちらのチャンネルの方でねチェックしていただけたらなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。